6月12日、フジテレビは、ロサンゼルスドジャースでプレーする、大谷選手から、出入り禁止を受けました。原因は、フジテレビが大谷選手が、ロサンゼルスで、1200万ドルの豪邸を購入したという詳細を報道したことにあり、それに、大谷選手が、非常に怒りを感じたためです。大谷選手だけでなく、最近別の会社も、フジテレビに対して、怒りを表明しました。フジテレビが、大谷選手の新しい豪邸の情報を公開したことから、 この論争が始まりました。これは、プライバシーの侵害だけでなく、大谷選手を侮辱されたと感じさせました。結果として、彼はフジテレビを自身に関する活動から排除することを決めました。これは、静かで控えめな選手として知られる、大谷選手が、このような厳しい行動をとったことで、大きな世論を引き起こしました。大谷選手との事件の他にも、フジテレビは、米国の著名な投資ファンドである、ダルトンインベストメンツからの反発にも直面しています。 ダルトンインベストメンツは現在、フジメディアホールディングスの6.55%の株式を保有しており、強力な発言力を持つ株主として知られています。ダルトンは、フジメディアホールディングスに対し、MBO、マネジメントバイアウトの実施を要求しました。ダルトンの目標は、富士 HD の20%の株式を買い取り、会社を非公開化し、不要な資産を売却し、放送コンテンツの事業に集中して、企業価値を高めることです。 外国資本が国内メディア産業に参入することは必ずしも良いことではありません。しかし日本のメディアが現在のように変更報道を続け、その主な原因が高齢の経営陣にある場合、他に方法はないかもしれません。どの組織でも70代から80代の高齢世代が権力を握っているのは懸念すべきことです。経営陣は自分たちの地位と利益のために組織をさらに10年以上維持しようとし、多くの対立と否定的な結果を生み出しています。 さらに深刻なのは、本来ならば、50代から60代の人々が、経営人にふさわしいのに、彼らはイエスマンに変えられ、成長の機会がないことです。このような組織は、経営人の改造だけでなく、組織全体の抜本的な改革が必要です。日本の多くの経営者は、会社が自分たちの財産であると誤解しています。実際には、会社は株主のものであり、取締役会は、株主の意見に従って、経営する責任があります。 従いたくない場合、MBO を実施して、自分で株式を所有するしかありません。会社が上場すると、それは公共の財産となりますが、それでも個人化されて、論争を引き起こす会社が多くあります。高齢の経営陣が、テレビが今や他の多くのメディアの一つに過ぎず、視聴者に背を向けられる可能性があることに気づいているかどうかは不明です。大谷選手へのインタビューの仕方も同様に、結果を考えずに、自分勝手なことをしています。 すぐに変わらなければ、テレビ局は生き残るのが難しいと思います。外国の投資家は、商社から製造業者まで、日本の株式をますます購入しています。自由民主党のおかげで、主要企業の内部流保資金は増え続けています。彼らはそこに投資し、配当を通じて利益を得て、働かずにお金を稼いでいます。米国では、医療と軍事産業が、過去最高の利益を上げました。COVID-19 のパンデミックも、大きな利益をもたらしました。 新しい NISA 法もこの傾向に従っています。日本のメディアが日本国民のために本当に奉仕していないので彼らにすべてを買収させて管理させましょう。NHK が BBC や同様の組織の一部になるならばおそらく人々はもっと安心するでしょう。同じグループの人々が長期間ラジオ局の指導者の地位につくことができないように放送法を改正する必要があります。これは地方ラジオ局にも適用される必要があります。 さらに深刻な問題は、有名人の子孫だけを雇う、高齢のリーダーがいることであり、それによって、職場に実際に有能な人がいないという状況が生まれています。このテレビ局は、関係に基づく偏った採用の悪影響の典型的な例です。テレビの将来についての議論が始まる前に、フジテレビが最初に時代遅れになる可能性があります。現在のような高齢者が、指導的地位にある限り、彼らは時代の流れについていくことができません。 このような保守的な高齢者がいる限り、日本のテレビは存続するのが難しいと感じています。現代ビジネスの報道によると、日本テレビとフジテレビは、大谷選手、及びドジャースのインタビュー券全体、試合の放送券、及び過去の画像の使用券を取り消されたとされています。実際、ジェンダイの報告が発表された後、これらの2つのつぼ根では、大谷について1秒も放送されていません。 NHK 国会中継中に大谷の結婚を速報するなどのミスもありましたがや TV 東京を除いて民放のテレビ局は大谷を日本の英雄及び神とみなしています。彼らは政治、経済、社会、国際情勢に費やされるべき時間と人員を大谷のすべての行動を取材し報道するために使う準備ができています。報道の自由は無秩序や無制限ではありません。 報道機関には、正確な情報を伝え、権力の行使を適切に監視する義務があります。これは、完全に必要なことです。実際、記者たちはカメラを持ち、大谷の家の周りをうろつき、周辺の住民にインタビューしました。その結果、大谷の家だけでなく、周辺の家も撮影され、誰が住んでいるかがわかるようになりました。以前、大谷は、自分に対する迷惑行為や抽象に、あまり気を止めていませんでした。しかし、無関係な周辺住民への迷惑行為は、 彼が無視できないことです。引っ越すかそこにいないというのが唯一の選択肢です。無駄な費用がかかるとしても安全が最優先です。どこにいてもこのことは報道されると思います。日本のメディアには自己反省の意識が全くありません。彼らは大谷が強く抗議しないことを知っているので好きなことをやっています。ドジャースと MLB が厳しい罰を与えることを望みます。日本のメディア界には倫理規範の遵守がありません。 そのため、テレビ関係者にスキャンダルが発生しても、有名人であれば、噂を消し去り、汚れなしで復帰しようとします。彼らにとって、視聴率が全てであり、倫理の遵守よりも重要です。無責任なメディアが、日本の伝統を衰退させる主な原因と言えます。日本人も、その危険を理解しています。住所や家の図面が、世界中に公開されれば、必ず見に来る、好奇心旺盛な人々や、侵入者が現れるでしょう。 大谷夫婦は、そこに住むことができなくなるかもしれません。ハワイの別荘にいるとき、業者が自慢げにテレビに出て話しているのを見て、奇妙に感じました。富士と日本テレビのスポーツ番組は、もう二度と見ません。彼らは何が正しく、何が間違っているのか、分かっていません。それに、日本テレビや富士テレビだけではありません。週刊誌も、あらゆる手段で、大谷からニュースを探り出そうとしています。無能なリーダーがいる会社は、自分の家が暴露されたらどうなるかを考えず、 本が売れるかどうか、視聴率が上がるかどうかだけに関心があります。さらに、有名人の家訪問というテレビ番組が大嫌いです。どうしてそんな扱いを受けた後に、みんなが笑顔でその番組に参加できるのか、理解できません。これは、私が廃止してほしい番組です。現在、どこでもドローンが飛び交っています。観光地でドローンを飛ばしている人を見ると、非常に腹が立ちます。この問題についての規制と管理を希望します。大谷に関する過剰な報道については、 彼のパフォーマンスに関するニュースを除いて、他の情報を制限するべきだと理解しています。そうであれば、彼がどれほど愛されているか、日常生活がとても可愛い、この仕草が本当に可愛いなどの無意味な見出しをやめるべきです。大谷に関するニュースが視聴率やアクセスを引きつけるからといって、そのような些細な情報を報道することは、同じ性質を持っていると考えます。フジテレビに関して、ダルトンは自社のウェブサイトで公開書簡を発表し、 このテレビ局の経営陣の運営方法を批判しました。書簡の中で、ダルトンは経営方法に失望し、会社の経営構造の変更を求めました。しかし、ダルトンの要求に対し、フジテレビは拒否しました。理由として、日本の法律では、特定の株主が3分の1以上の株式を保有することや、外国投資家が放送会社の20%以上の株式を保有することが認められていないためです。 拒否された後、ダルトンは自社のウェブサイトで抗議書簡を公開し、不満を表明し、フジテレビの経営方法を強く批判しました。書簡には、フジ HD の経営構造に多くの問題があることが指摘されており、特に一部の上級管理職の変更が必要とされています。ダルトンは、MBO の要求が複雑で困難であるにもかかわらず、フジテレビの価値を向上させるために必要であると強調しました。ダルトンはまた、フジテレビがより質の高いコンテンツの制作に集中し、 業務効率を改善することを求めました。大谷とダルトンインベストメンツに関連するこれらの2つの事件は、フジテレビを困難な立場に置きました。大谷からの出入り禁止は、イメージの損失だけでなく、スターのプライバシーを尊重することの警告でもあります。同時に、ダルトンからの反発は、株主が現在の経営に不満を持ち、業務効率と企業価値を向上させるための強力な変革を要求していることを示しています。 将来において、フジテレビは、株主の期待に応えるために、戦略と経営方法を再評価し、スターやパートナーとの良好な関係を維持する必要があります。これは、イメージを向上させるだけでなく、一般市民や投資家からの信頼を強化するのにも役立ちます。ご視聴いただき、ありがとうございました。コメント欄で、話を盛り上げてください。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、チャンネル登録よろしくお願いします。